どうもお久しぶりです、久しぶりに動画撮ってみようかなと。まあこれ根本的な考え方の違いがなのかもしれないですが、私はですね、RC で利益を得ようとは思っていません、結局ね、RC で利益を得ようと思うと邪心が出る、一般的なね、小売り、まあ問屋さん、メーカーは一定の利益を得て、それを何掛けかで、ショップさんなりに納めている、このように考えてますよね。メーカーさんに、メーカーに対してね、いろいろなご意見頂戴するんですが、メーカーは儲けていること前提で皆さんお話ししてるんです。ここがね、まず根本的に間違いなんです。販売店さんというのは、まあ、6掛け7掛けと、まあ、仕入れれば、まあ、割引とかね、値引きとかいろいろと大変だと思いますが、必ず儲かるんです。売れば儲かるんです。メーカーというのはね、ある意味ね、夢を売る商売でして、赤字の商品たくさんあるんですよ。1000円で売ってるからといってね、原価がいくらで、何々がどうで、そういうふうに考えてるメーカーさんたくさんいらっしゃると思うんですが、私はね、一貫して、そういうふうには考えて物は作っていません。なので、びっくりするぐらい赤字の商品あります。それでも販売店さんに対しては一定の利益を得ていただくために、6掛け7掛けとかね、まあそういうね、細かい話はいいですけど、そのように、メーカーとして動いています。これは釣りんかの時も、今のオフロードの時も一貫してそのように動いています。まあこれいやらしい話なんでね、まあ今更どうなんですけど、今ね、ツインカー のディッシュホイール、あれ今の方ご存知ないかもしれないですけど、世界で最初に、ツーリンカーの形状のホイール、ディッシュホイールを世に出したのは私です。当時の会社の社長に特許を取るべきだと言われましたが、んなもんどうでもいいと、みんながね、楽しく、ていうかまあ結局勝ちたかったんですよ。なので今のディッシュホイールは私が最初に作ったものです。ツインカーのボディもね、今の形状、まあ、プロトフォームさんのボディ、ほぼ私 のデザインの、コピーです。これいかがなものかと思うんですけどね、プロトフォームさんね、優秀なデザイナーたくさんいると思うんですけど、いつまでたっても私が作ったボディから抜け出せない。これ、ね、どうかと、昔なんだかね、自分の自慢話になっちゃうんですけど、ツーリングカーのウィングもね、ウィングの形状を考えたのは私です。なんだかやらしいですね。そういうふうに考えるとね、新しいもんってね、
できてこないんですよ、革新的なねメカニズム、ロールセンターとかねそういう話っていうのはねたくさん出てくるんですけどね、ほとんどの場合私分からないふりをしてるんですが、世界で最初に、ピボットの位置、サスピンの位置を広げる、角度をつける、高さを変える、これ最初にね設計したのはね私です。まあね似たりのシステムあるんですけど、未だに同じような仕組みを使っている。これねとても残念なことなんですね。アソシにね、クリフレットという素晴らしいデザイナーがいました。私はもうとにかく彼に勝ちたかった、彼は本当に素晴らしいデザイナーで、彼に勝ちたかった。そのためにずっとやってきました。チャンスがもうねクリフレッドはね一線を退いたと思うんで、まあ正直言って誰を相手に戦えばいいのかわからないですが、結局ねラジコンで儲けようとか思っちゃうと、もうその時点でねいいものができない、本当の意味でのいいものができない。だからね私はね料理の方で、お金を得て、でラジコンの方はもう純粋にもう赤字覚悟で、いいものを皆さんに使っていただく、新製品の V1 スプリングはね正直言って赤字です。やっちまいました。それでもねはっきり言って今の材料で今の精度でこれ最も優れたスプリングだと思います。なんか自慢になっちゃったかな。それでもね赤字覚悟で、物を作る、これもう私のポリシーなんで、これを仕入れてぜひ販売店さんは一定の利益を得て私たちの商品を流通させてください。そんな感じで、明日から世界選手権行ってまいります。はっきり言ってウーリーブリアンスプリングいいですよ。帰ってきたらね発売しますんで、ぜひ皆さん使ってみてください。あれ商売系出ちゃったけど赤字だから、ぜひね皆さんイースプリングなんで使ってみてください。はい、竹下でした。ソルバキア行ってきます。